銀月スクショ撮られるの苦手だからさ、この時間にお披露目してること結構あるんだけど、ちょっとお披露目しますね、早速。ちょっと待ってて。どうですか？どうですかって言ってもそんな変わりないかな。行動範囲広くなったね。え、何？なんか猫かなんかの話しとん。髪の揺れめっちゃいいね。いつも通りだぞ、髪の揺れは。カメラで捉えられる範囲がでかくなっただけで、髪の揺れとか一切変わってないっすよ。服かわいいねとか、ツヤいいねとか言ってるやつ、今までのこと、原月のこと見てくれてなかったってことで、オッケー。ひどいね。ああ、いいんだ。その程度なんだ、みんなの愛って。へえ。もう古い、そのファンデーション変えたとかいうノリ。何年前だと思っとん、それ。顔変わっとらんよ。ただみんなに見せられるこの横の範囲が、わーって、この、本当にこのマイクからの距離でこの、わかる。この、ただこの範囲が広がったってだけですよ。はい。でも個人的には横の動きの方がよく見えるんじゃないかなって思うわ。でもなんか落ち着きないもんね。落ち着きないとこバレちゃうもんね。僕の職場のお友達のお友達でゲームやってる人がいて、その人がめっちゃゲームうまいから一緒にやろうみたいな、で友達もいるけどいいみたいな感じで僕のこと呼んでくれてみたいなのがあって、初めてゲームして、その人にそういえばいくつなのって聞いたの。もう18だよみたいなこと言って、え、若っ、 18？顔青くなっちゃった。嘘。ひなりや、別にいいだろう。俺の感情なんだから俺がコントロールする。25とかだと思って、26とかさ、だと思ってた人がさ、え？ってなるくない？だ、年上だと思ってたんだもん、今まで。年上じゃなかったんだもん。18か。え？ 18？18？ え？みたいな。息してるだけでファンサだよ。無理。正直わかんねえよ。息してるだけでファンサだよ。わかんねえよ。